第四次、伊藤内閣は、元老、立憲政友会総裁の伊藤博文が、第十代内閣総理大臣に任命され、1900年10月19日から1901年6月2日まで、続いた、日本の内閣である。伊藤内閣、西恩寺内閣総理大臣臨時兼任1900年10月19日、任命。内閣発足当初、これまでの3度の伊藤内閣と異なり、 伊藤系官僚と旧憲政党によって結成された立憲政友会を与党とする事実上の政党内閣である。1900年9月15日に同党が結成されると、前首相山形有友が決闘直後の同党を揺さぶるために総裁に就任した伊藤に強引に政権を押し付ける形で成立した。外務大臣加藤公明、陸軍大臣桂太郎、海軍大臣、 山本御兵衛以外は全員が声優会に入党していた。だが伊藤が大倉大臣を長年の名優井上香織にしようとしたところ伊藤の部下で声優会幹部の渡辺国武,武が抗議の意味を込めて脱会を表明したばかりか、組閣前の10月9日と10日に新聞に声優会批判記事を掲載する騒ぎに発展した。この件は 井上の蔵書事態と伊藤の渡辺に対する蔵書任命で解決したが、山形の思惑通り声優会は、組閣前から早くも足並みを乱していた。山形は陸軍と貴族員を利用して声優会攻撃を行い、それにより声優会の実力者であった定信大臣星トルが東京市参次会などで起こった蔵集愛事件の関与を貴族員から攻撃され、 12月22日に辞職に追い込まれると未だに融和が進んでいなかった伊藤系官僚と旧憲政党系の意見対立が露呈する。星の辞職から3日後の25日に第15回帝国議会が開会されると予算案をめぐる清掃が起こり、衆議院は声優会が大多数で抑えていたが、貴族院の反発で予算案は通過できず、 年が明けた1901年2月27日から3月8日まで議会を停会して時間稼ぎする間に伊藤は山形、井上、松方正義、西郷つぐみちなど言動と協議を行い12日の明治天皇の証書によって16日に貴族院も予算案を可決ようやく事態を収集した一方声優会内部では 鉄道の新規着工を要求する予算を求める声が上がり、それを新しい停止大臣であった原が必死に押し、止めていたが、そんな折に、渡辺が交際に依存した事業の全停止を提案した。当時、鉄道敷設法によって、鉄道建設は鉄道交際の発行によって全て賄うこととされており、この提案は新規どころか既存の鉄道工事も全て、 停止すると言っているのにも等しかった。これに激怒した、原や他の閣僚たちの抗議を受けた渡辺が孤立するに、至って伊藤は5月2日に単独で首相を辞任し、10日から判列であった西恩寺金持枢密院議長が臨時首相を務めた後、6月2日に桂太郎が首相となり、第一次桂内閣が発足した。なお、伊藤辞任から2日後の5月4日に、 言動会議が開かれ、伊藤は言動たちからの推薦をもらい再当番を狙ったとされるが実現せず、井上が16日に天皇からの対面効果を受けたが人選に失敗したため23日に事態、改めて言動が協議した結果桂が首相就任するに至った。山形の副審だった桂は所属していた山形の派閥から人材を引き抜き朝鮮内閣を作ったが、 声優会との連携も必要と認識していたため、西恩寺が率いる声優会と手を組み後の敬遠時代が到来した。なお、この内閣は大日本帝国憲法下では唯一の第四次内閣であり、これ以後の内閣総理大臣で第四次内閣を組閣したのは第二次世界大戦以後の吉田茂と安倍晋三の2名のみである。ありがとうございます。